衆議院では安倍総理大臣出席のもと予算委員会が行われました。国会記者会館から中継です。としみつさん。はい、野党統一会派のトップバッターとして質問に立った国民民主党の玉木代表は、消費税率の引き上げそのものが日本経済に与える影響について政府の対応を正しました。デフレ脱却が十分実現していない中での今回の消費増税というのは、日本経済に致命的な影響を与える懸念もありますけれども、総理の認識を伺います。米中の緊張、この貿易摩擦の状況等も見つつですね、また今回の消費税のですね、消費に対する影響も見つつ、基本的には必要があれば躊躇なく対応していく。その上で玉木代表は、世界的に景気が悪化しているとして、消費税の減税も含む経済政策を検討するよう求めました。さらに野党側は、関西電力の幹部による金品受領問題についても総理に迫りました。関西電力のことについてお伺いしようということで、参考人5人お願いして、質問も50問用意してきたんですが、いらっしゃっていただけないと、関電の皆さんを呼ぶように指示していただけないでしょうか。参考人としてどなたを呼ぶかということは、まさにそれは委員会においてお決めになることでありですね、政府としてそれを指示することはないと。この問題について野党側は、全容解明は国政の最優先課題だなどとして、関西電力の幹部らの参考人招致を求めていますが、与党側は一民間企業の不祥事に過ぎないなどとして、現時点では応じない姿勢を示しています。野党としては問題の真相や政府の責任についてどこまで迫れるかが問われます。以上、中継でした。